けてください。どうしたんだアッチさん、何かあったのか。例のユニットのメンバー4人で初めてレッスンをしたんですけど、初回だから一人ずつ自己紹介することになって、私は春子さんの真似をして名前と年齢を言ったんです。白石千佐、17歳ですって。そしたら心ちゃんに怒られちゃって、心とキャラが被るのでやめてくださいって言われました。そういえば心はいつも言ってるな、みんなの心をわしづかみ、赤崎心14歳ですって。それで私あたふたしちゃって、そこからはうまく喋れなかったんです。最年長の私がみんなを引っ張らなきゃいけないのに。それで初レッスンはどうなったんだ。心ちゃんが仕切ったり提案したりしてくれて、レッスンは無事に終わりました。最初はみんなぎこちなかったけど、心ちゃんのトークで和んで明るくなったんです。私は心ちゃんみたいにできなかったんです。私の方がお姉さんなのに。それでこのままじゃいけないと思って、思い切って心ちゃんに聞いてみたんです。私はみんなのお姉さんになりたいんだけど、どうしたらいいのかなって。年下の心にそれを聞いたのか。そしたら心ちゃんが教えてくれたんです。腹筋を毎日1000回やればみんなついてきてくれるよって。それで昨日は一人でずっと腹筋をしてたんですけど、お腹が筋肉痛になっちゃって。心の言うことは鵜呑みにしない方がいいと思うぞ。でも心ちゃんは本当にすごいんです。ムードメーカーで存在感があって、いつも前向きで、レッスン中も心ちゃんが盛り上げて私たちを引っ張ってくれたんです。あたふたして何もできなかった私とは大違いです。まだ1回目のレッスンだ、そこまで考えなくても。ちさはこれから頑張ればいいんだよ。でもどれだけ私が頑張っても年上らしく振る舞えるかどうか。きっとできるさ、ちさはもっと自分に自信を持っていいと思うぞ。自分に自信、そうですよね。私でもみんなのお姉さんになれますよね。いくら心ちゃんがすごいからって全部任せきりはダメですよね。最年長の私がもっとしっかりしないと。春子さんの真似をして失敗したので、次はお姉ちゃんを参考にしてみます。私がみんなのお姉さんになれるようにもう少し頑張ってみます。やっぱりダメでした。心が折れるのが早いな。今度は何があったんだ。あれから何度か4人でレッスンしたんですけど、前向きなすずちゃんが積極的に動いて、しっかり者のすみれちゃんがフォローして、明るくて元気な心ちゃんが盛り上げて、私がいなくてもみんなちゃんとできていて、私の出る幕がないんです。個性の強い3人だからな。年上でもこの3人をまとめるのは大変だと思うぞ。でもお姉ちゃんならもっとうまくやれたと思うんです。それなのに私がどんなに頑張ってもお姉ちゃんみたいにできる気がしなくて。この間マナさんのバースデーパーティーで琴乃ちゃんがマナさんの話をしてましたよね。マナさんのようになろうと思って頑張ったけど、マナさんみたいにはできなかったって。お姉さんのようになれなくて琴乃ちゃんは辛かったんでしょうか。今の私みたいな気持ちだったんでしょうか。年上は何でもできると千佐は思ってるようだが、そんなことはないからな。マナだって何でもできたわけじゃない。千佐と同じように悩んだり苦しんだりしたんだ。そうなんですか。マナさんは何でもうまくできた人じゃないんですか。マナだって思い通りにいかないことはたくさんあったさ。だから何でもできるお姉さんにならなくていいんだ。サキやマナのようになれなくても、チサはチサらしいお姉さんになればいいんだよ。私
私らしいお姉さん。例えば、上に立って引っ張っていくんじゃなくて、隣に並んで一緒に歩く姉がいてもいいんじゃないか？上に立つだけが姉じゃない。そうですね。マネージャーさんの言う通りです。どうすれば私らしいお姉さんになれるのか、まだよくわからないけど。まずは、みんなと並んで歩けるようなお姉さんになれるように、頑張ってみます。